名古屋鉄道。それは愛知県、岐阜県を基盤として鉄道路線を運営する大手鉄道会社の名前。通称は名鉄。名鉄名古屋駅を中心として東西南北に広く鉄道路線を展開し、中部圏に住んでいる人にとっては知らぬ人はいないだろうという鉄道会社。鉄道路線の総営業距離は日本の私鉄の中では近鉄東部に次いで3番目、 444.2km。 そんな名鉄、ある時私上川組はこんな疑問を抱きました。名鉄の全路線って1日で全線走破できるの？こんな疑問を抱いてしまったら実際に検証してみるしかないでしょう。やってみるしかないでしょう。2021年9月25日に私上川カムイは実際の体を使って実際に乗車して検証してまいりました。本動画ではその旅の模様について紹介していきます。はい、ということで改めまして皆さんお久しぶりです。上川カムイです。現在中部国際空港にいます。時刻はまだ5時を回る前、早朝でまだ飛行機の出発時刻にもなっていないので空港内に人はほぼいません。ここまでがらんどうな中部国際空港、いつも中部国際空港を使っている人にとってはとても新鮮な光景に映るのではないでしょうか。そんな人もいないようなここ中部国際空港から名鉄一日全線走破のチャレンジがスタートしていきます。まだ駅のシャッターは開いていません。駅のシャッターが開く前、一番列車が奥に見えますね。準備は万端、ここからスタートをしていきます。さあ駅のシャッターが開き始めました。名鉄の中部国際空港の営業がスタートしました。このシャッターの幕が上がっていく様子が旅の幕開けを告げているようですね。さあ駅の構内に入ってチャレンジをスタートさせましょう。まずは改札にフリー切符を入れて入場します。切符を用意して入れて回収。ここから10時間以上名鉄構内で過ごすことになる予定です。早速電車の方に向かっていきましょう。まず1本目の列車はこちら、5時24分発の準急名鉄岐阜行きです。中部国際空港駅の初電になりまして、途中の神宮前で急行に種別変更をする列車となっています。まあね、中部国際空港の初電ですからね。早速乗車をしてみますけれども、まあ当たり前ですがガラガラ。さあ5時24分、所定の予定時刻を迎えまして、まもなく電車が出発します。これが今日一番最初のドア開閉。ここから何度もこれを目にすることになります。電車は無事中部国際空港を出発しました。ここから長い長い名鉄全線走破の旅がスタートしていきます。さあ中部国際空港を無事に出発したところで、ここで全線走破チャレンジのルールについて説明をさせていただきたいなというふうに思います。今回のチャレンジでは名鉄が運営している20の路線全区間を全線1日で走破していくことを目的にしています。今回のチャレンジにあたりまして、以下のように、ルールを定めたいと思います。まず1つ目、まずチャレンジにおいて、スタートとゴールはどこを設定しても、良いということにしたいと思います。私上川カムイの名鉄の最寄り駅となりますと、名鉄岐阜駅になるんですが、名鉄岐阜駅から必ず始めなければいけないということではないということです。事前に中部国際空港にね、前日出発地まで移動をしまして、近くのホテルで前泊をして、そしてスタートをさせていただいております。そしてルール2つ目、途中で名鉄以外の移動方法を用いても良いということにしたいと思います。
名鉄以外の移動方法といいますと、まあ、鉄道だけで言っても、まあ、JR 東海だとか、まあ、近鉄だとか、あとは名志向さん、地下鉄ですね、これらの、鉄道を使っても、まあ、良いということにしたいと思います。他にもね、鉄道以外にも、まあ、バスだとか、まあ、タクシーだとか、まあ、いろいろな、まあ、公共交通機関あろうかと思いますけれども、まあ、これら、全然、一日制覇のために、使えるのであれば全て全力で使っても良いということにしたいと思います。そしてルール3つ目、まあ、有料列車を利用しても良いということにしたいと思います。まあ、名鉄の有料専用列車といいますと、まあ、ミュースカイが、これに当たるかと思いますが、まあ、これね、今回のチャレンジをしていくにあたりまして、ミュースカイは全然使っても良いということにしたいと思います。まあね、中部国際空港から早朝にねスタートしているので、まあ、あの皆さん、まあ、大体想像はついているかと思いますが、まあ、今回1日制覇していく中でミュースカイを使うことは一度もないという予定です。そしてルール4つ目、駅通過時のルールですね。駅通過時なんですけれども、まあ、ホームと接している線路を通っていなくても、まあ、駅構内を経由していれば、まあ、その駅を経由したというふうにみなしたいと思います。まあ、名鉄の、全線走破チャレンジにあたっては、あのほとんど、まあ、これが、ね、特にあの目立つようなことはないかとは思いますけれども、一応名鉄で、このルールに適用されるのが、まあ岐南とか二つ入りとかですね、通過線がある駅ですね。これらの駅というのは、まあ、ホームと接している線路を通ってはいない、ね、形で、まあ、急行とか特急だと、通過をしていくっていう風な形になるんですけれども、まあ、このような場合でも、駅構内を通過していますので、この岐南とか二つ入りは、経由したという風な扱いにしたいと思います。最後に5つ目、まあ、貨物船とかの、定期旅客列車が走行していない区間っていうのは達成条件から除外したいなというふうに思います。今回の名鉄のチャレンジにおいて、該当するかなというふうに思いますのは、琵琶島分岐点ですね。琵琶島分岐点のデルタ線があるかと思いますが、これはね、名古屋本線と犬山線の分岐をする場所なんですけれども、それと同時にですね、名古屋本線の岐阜方面と、犬山線の犬山方面を短絡する線路っていうのが別に存在します。この路線はですね、一応、定期の回送列車とかが、使ってたりとかするんですけれども、まあ、旅客列車としてね、人を乗せた状態で、この線路をね使うということがありませんので、まあ、この、デルタ線のね、使ってないところに関しては必ずしも乗らなくても良いということにしたいと思います。まあ、乗ってしまうとね、そういうところまで達成条件を入れてしまうと非常にあのクリアというものがですね難しくなってしまうので、今回はこれをなしにしたいかなというふうに思います。以上、まあ、5つが今回の全線走破のチャレンジのルールというふうになります。次に今回使用する切符について紹介をしていきたいと思います。今回使用した切符はこちら、名鉄電車全線 2day フリー切符です。1日全線走破チャレンジにもかかわらず、なぜ 2day 切符を買ったのかと言いますと、これはですね、出発地である中部国際空港に全泊してっていう風な、まあ、あらかじめの準備が必要だからなんですね。まあ、見ていただいた通りスタートは中部国際空港なわけですよ。今回はですね、仕事が終わってからですね、ゴール予定地近くのね駐車場にですね自分の車を止めておいて、そこから出発地である中部国際空港に移動してから、そして全泊をしてですね、近くのホテルに泊まってね、そしてチャレンジをするという風な、まあ、そういう風な手間がかかりますので、その分の前日分の移動費を考えると 2day 切符の方が安いということで、今回は 2day 切符を使わせていただいております。ちなみにですね、これ価格は4000円、特別車が名鉄にはあるんですけれども、特別車を使いたい場合は追加でニューチケットを購入する必要があるという代物になっています。さらにさらにですね、この名鉄では丸乗りワンデイフリー切符っていう、また1日限定の別の切符が存在します。こちら価格は3200円と
まあ、1日あたりの値段で考えると割高にはなるんですけれども、特別車の利用ですね。こちらが 2day 切符と違って10時から16時の間、こちらがですね乗り放題になります。まあ、ただ座席の指定ができないので、あらかじめ座席予約をしていた人が後からやってきたら、その人に席を譲らなければいけない、まあ、そういう風な代物ですが、まあ、ミューチケットをね買わずに乗り放題にできるっていうのが、まあ、この切符の魅力なのかなというふうに思います。ということで、これで説明は以上です。さあ旅の模様を見ていきましょう。さあ前線走破のチャレンジルールだの切符の紹介だのをしている間に、電車は空港線をクリアして、さらに常滑線をひた走っております。次にやってくるのは太田川駅、ここで1本目の電車が終了です。ここ太田川駅で下車をしていきます。さあ無事太田川駅に到着、ホームに降り立ちます。今日はこんな風にね、列車に乗っては駅で降り乗り継ぎ、そして列車に乗っては駅で乗り継ぎということを今日何回も繰り返していきます。これは記念すべき1本目、乗り換え時間にも余裕がありますので、時間と心に余裕があるうちにこうやってお見送りの方をしていきたいと思います。この電車は名鉄岐阜行きの電車、最後まで平穏無事に行ってほしいものですね。行ってらっしゃい。さあ太田川に到着しました。太田川に来たのは人生でこれが初めてです。次はこの普通講和駅5時56分発に乗っていきます。すげえ名鉄、この朝から縦列停車やるのか。名古屋側に2両回送が止まってて、そこに縦列停車するように高和行きが乗ってる。これはすごいな。あ、そうそう、ここから、太田川に来て次高和線知多新線方面を攻めます。太田川から行きます。迎えに来たのは快速急行の中部国際空港行き。中部国際空港に行く快速急行なんてあるんですね。まあ僕は乗らないですけど。さあそのまま高和線に行きましょう。普通電車は帝国で太田川駅を発車、右手方向に分岐していく線路が先ほどやってきた中部国際空港方面、そしてこれから電車が向かっていく左手方向が高和方面ということになります。さて高和線に入ってすぐ一瞬ですが、ご覧の通り雨が降りました。まあ、一瞬とはいえね、雨が降ると、まあ、今日一日遅延というものの可能性がぐっと高まりますので、まあ、遅延してしまうと乗り継ぎができないということで、まあ、その不安が、ね、一気に高まってしまいます。まあ、できればね今日一日天候に関しては平穏無事になっていてほしいかなというところですね。さあ高和線を普通電車でゆったりと南下していきます。今乗っている列車は各駅に停車する電車なので、一つ一つの駅を丁寧に停車していきます。普通電車しか止まらない半田口駅、今映っている駅ですけれども、こちらもしっかりと停車していきます。電車は順調に南下していき、半田市の中心駅である知多半田駅に到着しました。高和線においては非常に重要な駅であるんですけれども、まあ当然ここの駅では下車しません。さあ太田川駅から30分ほど、電車は高和線の途中駅である府警駅に到着いたしました。高和線は府警駅から先まだもう少し続くんですけれども、ここで一旦下車します。
手前がさっき乗ってきた電車ですね。これから奥に停車している電車に乗り換えます。奥の列車に乗り換えるためには府警駅構内にある構内踏切ですね、これを渡る必要があります。踏切は高和行きの普通電車が通過してから踏切が上がります。さあ踏切が上がったので渡っていきましょう。次に乗車するのは知多新線を走行する普通列車の宇都宮行きです。これで知多新線を先に制覇していきます。知多新線は単線路線ですが、ご覧いただいた通り列車がかなりのスピードで進んでいきます。今進んでいる知多新線、こちらの路線は戦後に建設が行われまして、全通したのは1980年になります。宇都宮への海水浴需要というのを見込んで伏線で建設されるはずだったんですけれども、思うように建設が進まず、また全通した後も思うように需要が出ず、結局今に至るまで単線での運営がなされています。今見ているトンネルとかにね、伏線にしようとしていたっていう建設機が見られるのが、まあ、知多新線っぽさっていうところなのかもしれませんね。列車はガンガン宇都宮へ進んでいきます。知多新線は単線なので途中で列車の行き違いもあります。別荘池信号場にいますが、ここで8両編成の特急と相対しました。こんにちは、電車は開きのあるご注意ください。お車でございました。まもなく終点宇都宮到着です。宇都宮に到着いたしました。海という名前を冠する駅ではあるんですが、周辺海は全く見当たりません。そんな宇都宮駅に到着して知多新線を折り返していきます。次に乗るのは今目の前に見えているこの特急ですね。特別車には乗らない普通車に移動してきました。到着してわずか4分、宇都宮駅を離れます。乗り込んだのは特急なんですけれども、知多新線内は各駅に停車します。のんびり行きましょう。電車はわずか16分で知多新線を走破し、ここ府警駅に戻ってきました。まだ高和線の未乗区間である府警から高和の間が残っていますので、今目の前に見えている右手から合流してきた線路ですね。ここで高和方面へ乗り換えていきます。今日最初の特急電車だったんですけれども、残念ながら知多新線内は各駅停車ということで、結局特急列車らしさを感じることは全くありませんでした。さあ高和方面行きの電車に乗り換えていきます。やってくる電車はこちら普通電車の高和行き、これに乗っていきます。高和駅に近づいてきました。高和線はこの高和駅で終点ということになります。この今近づいている高和駅は2面4線の構造となっておりまして、まあね、名鉄では、琵琶島分岐点だとか、豊橋だとか、名鉄名古屋駅とかも結構特殊な構造をしてますけれども、そういった、ダイヤのボトルネックになるような箇所をたくさん抱えている名鉄にとって、複雑な車両運用を快適にこなせるような、非常に広々とした構造となっています。さてこの高和駅への到着をもって、先ほども申し上げました通り、高和線は全制覇ということになります。そして同時にですね、知多半島方面の路線もほとんど制覇完了ということで、残っているのは太田川より北側の区間のみということになります。で、
高和線、これで全制覇をしましたので、高和駅で折り返しをして、太田川よりも北側の区間というのを攻略を目指していきます。さて、高和駅での乗り換え時間はわずか4分。反対側のホームへ移りまして、今右側に見えている特急名鉄名古屋駅に乗りまして、太田川方面へ戻っていきます。特別車が連結されていますが、まあお金の節約のために普通車に乗っていきましょう。高和駅での出発時刻は7時26分ですね。頑張って普通車の方まで歩いていきたいと思います。特別車の方はまあ休日の朝ということもありまして、まあ全然乗ってないガラガラの状態ですね。さて、高和線、知多新線の攻略のために細々と乗り継ぎをしてきましたけれども、ようやく一息つけそうです。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車、特急名古屋行きです。この先、高和口、久喜、知多竹豊、青山、知多半田、阿久井、辰巳ヶ丘、南刈谷の順に止まります。1号車、2号車は特別車で、座席は指定です。後ろから1号車、2号車の順で、一番前が6号車です。ニューチケットの指定番号をお確かめの上ご利用ください。次は高和口に止まります。はい、ということで、この電車は辰巳ヶ丘と南鍵屋にも停車する電車です。休日の高和始発の特急としては唯一、この辰巳ヶ丘と南鍵屋に特別停車する列車になっています。名鉄の1日全線走破の旅はまだまだ続くわけですけれども、特別停車を体感できるのは予定ではこの列車のみということになっています。こちらは辰巳ヶ丘に停車する特急の車内からの様子です。通常であれば特急は辰巳ヶ丘には停車をしないんですけれども、利便性のためにこうやって特別停車をするというのも、まあ、名鉄ダイヤあるあるのよく見られる光景かと思います。この後さらに南鍵屋にも特別停車していきました。さあ、高和から30分、太田川駅でまたしても下車。ここからまた別の列車に乗り換えていきます。で、結局今回2回目の特急も急行や準急等の停車駅の違いは奈良和と住吉町だけということになっていまして、まあ、特急としての走りは、まあ、残念ながらあまり感じられませんでしたね。そして、なぜ太田川で乗り換えたのか、名古屋と島で特急で乗り通さなかったのかと言いますと、これからある路線に乗りに行くためです。その路線に乗りに行くために次の列車を待ちます。次の電車はまだ来ていませんね。電光掲示板にもある通り、次に乗り込む列車は8時ちょうど発の急行金山行きです。さあ、目的の電車がやってまいりました。急行の金山行きです。この電車も日中のパターンにはない列車で、常滑からここ太田川までの間は普通列車として運転されていました。そして行き先は金山、まあ、こんな面白い列車も運転されているんですね。さすが名鉄だ。さて、太田川から乗車して数分、大江に到着いたしました。ここの乗り換え時間はそこそこありますので、電車のお見送りをしていきたいと思います。さあ、大江に到着しました。ここであの
この一日制覇の旅で一番構築というか攻略に苦労するあの路線に乗っていきます。あの路線乗り換えどこなんだろう。大江駅に来たのは人生で初めてなので、お、これだな。5番線名古屋、東名古屋港方面ですね。そう、筑豊線です。これがね、一日制覇の工程を組むのに一番苦労するんですよね。さあ乗っていこうと思います。はい、乗り込むのはこの筑豊線の東名古屋港駅です。休日では午前中これが一番最後の電車、8時16分発になります。当然中は誰もいませんね、休日なんで。出勤する人は、まあ、休みですからね、まあいないでしょう。ちなみに今名鉄の運行情報を確認したところ、豊橋から伊那の間で人身事故が起こったらしいです。今絶賛ダイヤが乱れているということで、この一日制覇の旅も雲行きがめちゃくちゃ怪しくなってしまいました。さて、まあしばらく本線系統には入り込まないんですけど、無事にたどり着けるかどうかちょっと心配ですね。まあとりあえず進める限りは進んでいこうかと思います。失敗したら失敗したで、まあしょうがないね。東名古屋港行き16分発、この電車は午前中の最終電車になります。発車までしばらくお待ちください。はい、アナウンスにもあった通り、これが午前中最後の電車です。これ逃すとね、もう絶対一日制覇とかできなくなっちゃうんで、ここが一つの関門ですね。人身事故への不安はありますが、それでもとりあえず進んでいくしかありません。人身事故の影響のない筑豊線の電車は無事大江駅を定刻通りに出発しました。この筑豊線はたった3分だけの工程になるんですけれども、それでも鉄道ファンには嬉しいたくさんの見どころがあります。その見どころの一つがもうすぐ通過するダイヤモンドクロスです。ダイヤモンドクロスというのは線路がですね、直角に交わっているところでして、全国的に見ても結構珍しいような設備になっております。聞こえましたか？今のガタガタン、ガタガタンっていうのが、今のがダイヤモンドクロスを通過した時の音です。音が結構独特ですよね。音鉄には非常に嬉しい音感なんではないでしょうか。さあ、走行しているうちに筑豊線はもうおしまいです。東名古屋港終点に到着。この終点の先に踏切があって、さらに線路は続いていますが、旅客列車がここを通ることはありません。当然踏切が閉まることもありません。まあこの光景もね、非常に工業地帯を走る路線らしい光景かと思います。そろそろと東名古屋駅に入っていきます。電車はここで終点なので、ここで折り返していきます。さあ、東名古屋港駅に到着しました。わずか3分の工程、この3分の工程でまた再び大江駅に戻ります。せっかくなんで先頭車両に行きたいと思います。前が見たいからね、全面展望大好き。さあ、また乗り込んでいきたいと思います。東名古屋港8時22分発普通電車の大江行き、これで大江に戻っていきましょう。さあ、東名古屋港から同じ電車で大江に戻っていきます。また筑豊線で大江に戻るということは、またあのダイヤモンドクロスを楽しめるということですね。最後の1回なので、また存分に楽しんでいきましょう。
ちなみにダイヤモンドクロス通過の際には30キロの速度制限がかかっています。まあ線路と線路がクロスする場所なので慎重に通らなければならないということですね。あー、ですな、音ですな。もう実行性に思い残すことはありません。存分に楽しませていただきました。大江に戻りましょう。さあ、ダイヤモンドクロスに感動に浸る間もなく電車は大江駅に戻ってきました。午前中最後の列車になりますので、この列車が大江に到着したら夕方まで実行線の運用はありません。さあ、残りの常滑線の区間、大江から神宮前を乗り通していきましょう。大江からはこの準急新蟹行きに乗っていきます。これで北上をしていきます。そろそろ休日の日中パターンに入ってきました。ありがとうございました。大江です。大江から準急に乗車してわずか一区間、神宮前で下車しました。これで知多半島方面の路線を全線制覇することができました。ここから準急が到着した発着線のホームの反対側にやってくる急行名鉄一宮行きに乗車します。豊橋伊那間で人身事故が発生しましたが、この電車は定刻通りにやってきてくれました。電車は順調に名鉄名古屋行きに到着しました。この駅が言わずと知れた名鉄の拠点駅ですね。この駅は3面2線の構造の駅になっています。旅客の乗降がとても多い駅なので、円滑に乗降するためにまず真ん中のホームへ扉が開いて、列車内の旅客が下車、その後反対側の扉が開いて旅客が列車に乗ってくるという、また特殊な乗降が行われています。乗降が終わったらさっさと扉を閉めて名鉄名古屋駅を出発していきます。この名鉄名古屋駅周辺は列車の本数が非常に多く過密区間になっていますので、少しでももたつくとダイヤがどんどん乱れていきます。さあ、名鉄名古屋駅を抜けて次は名古屋駅よりも北側のエリアを攻略していきます。さあ、さらに北へ進むと名古屋本線と犬山線が分岐する岩島分岐点にやってきました。ここは複線同士で線路が平面分岐しており、名鉄にとって最大のダイヤネックになっているであろう箇所です。この列車は急行名鉄一宮行きなので、左方向名古屋本線方面に進んでいきます。さらに進むと西琵琶島駅に着きます。ここはかつて駅構内踏切の開け閉めのために係員がいましたが、改良工事によって現在は係員が不要となっています。さあ、名古屋本線をどんどん進んでいきましょう。西琵琶島駅を過ぎたら程なくして塚口に到着です。ここから対馬線、そして美西線を攻略するために下車します。次の電車まで乗り換えに時間がありますので、ここでお見送りをしていきたいと思います。反対側から9500系がやってきましたね。名鉄のご自慢の最新電車です。今日の1日旅で1回でいいから乗れるといいな。さあ、須賀口に到着いたしました。ここから対馬線を攻めます。で、対馬線に早速この電車に乗っていこうかと思うんですが、残念ながらこの電車
さや雪となっています。対馬線、対馬駅よりも先、さらに美西線の方まで直通していく電車で、久屋までこの電車行くんですけれども、美西線はですね、久屋までではなく、弥富まで行きます。なので、この電車では弥富には行きません。なので、この須賀口でこの電車には乗らず、次の電車に待ちます。次の電車は18分後、9時8分の発車です。かなり待たされます。弥富行きはご覧の通り、次の電車は9時8分ですね。今の現在時刻が8時57分ですからね。はい、ということで、だいぶ待たされます。ちなみにこの須賀口駅、名古屋方にですね、こんな感じで車庫がございます。結構いっぱい電車がのね、止まってるんで、じっくり楽しんでやろうと思いますけれども、おお、特急とか普通列車とかいっぱいいますね。ええなあ、こうやって待つのも鉄道の旅の醍醐味ですな。早速入れ替えで元の方に戻るんですね。この普通電車、一回ホームの方に来てまた戻るみたいですね。おもろいな。こういうのがちょくちょく見れるのが、まあ須賀口駅っていう感じですかね。はい、じゃあ9時8分なんで、それまで少し待ちましょうか。さあ、列車を2本見送ってようやく目的の列車がやってきました。須賀口始発の普通弥富行きです。これに乗っていきましょう。ご覧の通り普通電車、この電車接続列車がほぼほぼなかったこともあって、この通りこの車両、僕と運転手さん以外誰もいません。いや、貸し切りだ、素晴らしい。このまま弥富までずっと貸し切りだといいんだけどな。喋りやすくていいんだけど、ま、次行きましょう。しばらくはちょっと人身事故で運行状況が不安ですね。ここがあれですね、名鉄対馬線で高架化の構想がある下久慈駅ですね。高架化をしようとしている理由は、この先にある国道302号線との立体化が主な理由です。それに付随してこの下久慈も高架化にしようというわけですが、こんな感じで、まあ、2面3線留置線ありって感じですね。さあ、立体交差の主目的になっている国道302号線を間もなく通過いたしますね。空をぶった切るように通っている名二環の真下、これこの道路です。この道路の立体交差のために工事が構想されています。列車は間もなく対馬線の終点、対馬駅に到着です。進行方向右手側から美西線の線路が合流してきました。目の前に対馬駅が見えます。対馬駅の構造は1面2線の高架駅です。この構造で3方向に列車が分かれていきますので、規模としてはかなり小さいですね。さすが名鉄といったところでしょうか。さあ、列車は対馬線から美西線に入りまして、途中の鞘駅に到着しました。ここで大半の列車が折り返していきます。ここから弥富までは列車が30分に1本しかありません。ここから先も名鉄全線走破するのにかなり苦労する区間となっています。
さあ、塚口から乗り続けること30分弱、ようやく美祭線の終点弥富に到着しようとしています。この駅も名鉄の駅としてはかなり特徴的な駅となっています。その特徴的な部分、お分かりいただけますでしょうか。もうそれが映っていますよ。分かりますかね。はい、ということでついに弥富に到着です。ここが名鉄の、美祭線の末端ですね。なんと JR と施設を共用しています。改札を通らずにこのように JR 線と名鉄線が乗り換え可能というような路線になっています。こちら JR 線は関西本線ですね。今カメラが見えている方向が桑名四日市津、紀勢本線方面ですね。そして逆側が名古屋方面ということになります。いや、すごいですねこの駅も。名鉄クオリティといっては名鉄クオリティなんですけど、いやー、ここで、美祭線末端なんで、ここから美祭線を攻めていくべく折り返して対馬方面に行きたいと思います。さあ、対馬駅に帰還しました。乗っている列車は塚口行きなので、ここで下車してさらに美祭線で北上していきます。美祭線名鉄一宮方面は乗ってきた電車の反対側の乗り場から発車します。この発着線は本来佐谷弥富方面の発着線なんですが、駅設備が貧弱なので線路設備を曲がりして折り返ししています。さあ、次の電車は美祭線普通電車の名鉄一宮行きです。電車は対馬駅を発車して進行方向左側へと分岐していきます。美祭線を引き続き利用しているんですけれども、本来分岐側であるはずの対馬線側が本線、美祭線側が分岐側であるかのような線路構造になっていますね。利用者が対馬線側の方が多いので当たり前といえば当たり前ですけれども、さあ、列車は美祭線の中間駅である森上駅に到着しようとしています。ここで再び複線から単線に戻ります。と、ここで美祭線の非常に面白いポイント、森上駅の手前わずか数百メートルの手前のところで線路が一本に集約されてしまうというようなことが起こります。これまるで単線のような状態なんですけれども、この分岐器一応森上駅構内扱いということになっていますので、形式上は森上駅から対馬駅間は全線複線という扱いになっています。電車は間もなく森上駅に到着です。さあ、単線区間を突き進んでおります。列車はもう間もなく刈安川駅に到着です。この駅は現在一宮市によって連続立体高坂事業が進んでいます。その立体高坂事業の主目的がこれから通る道路にあります。今目の前に見えている上の緑色のバカでかい構造物、こちらがですね、東海北陸自動車道になります。その真下にある一般道が西尾張中央道、これが立体化の主目的になります。この道路も交通量が非常に多くてですね、かつこの踏切との交差部分が片側1車線計2車線の状態なので、渋滞が頻繁に発生している渋滞のメッカということになります。現在工事が進められており、進行方向左手を見ますと、もう手が加えられているのが分かりますよね。列車は間もなく観音寺駅に到着します。この観音寺駅も工事の対象となっておりまして、先ほど刈安川駅にあった列車交換設備をこちらの観音寺駅に移設予定となっています。さて、観音寺駅を過ぎてすぐ名鉄一宮終点に到着しようとしています。
進行方向右手側に9500系が見えますね。新型電車、またしても見るだけになってしまった。さあ列車はここで終点になります。美祭線はさらに玉ノ井まで伸びていますので、この名鉄一宮から玉ノ井へ向かう列車に乗り換えましょう。さあ名鉄一宮駅に到着しました。次の玉ノ井行きの電車はこの電車の到着ホームと同じ1番線から発車予定となっています。さてこの名鉄一宮駅でも面白い光景が見られます。お分かりいただけますでしょうか。一つの発着線で2つの列車が縦列停車している光景が見られます。さて放送にもありました通り、先ほど豊橋稲間で人身事故が発生した影響により本線系統の列車に遅れが生じています。この電車も名鉄一宮駅で特急列車との接続を行った関係で4分ほど遅れて運転をしております。まあこの電車は玉ノ井駅に到着して定刻通りに名鉄一宮に到着することができるかとは思いますけれども、問題はその名鉄一宮で次に乗る列車の遅れですね。その列車の遅れによってはさらにその次の列車に乗り継ぎができないということになりまして、ここまで頑張ってきた分も全てパーということになります。そんなことにはあってほしくはないですが、そんな不安をよそに電車は無事玉ノ井駅に到着しようとしています。さあ玉ノ井から名鉄一宮に戻ってきました。先ほど玉ノ井駅到着時に遅れていた4分は折り返し9分確保されていたので、玉ノ井駅でしっかり吸収できています。電車は名鉄一宮に定刻に到着。ここで1分でね、乗り換え1分で1番線から2番線へ同一ホームで対面乗り換えをするはずなのですが、2番線を見るとまだ目的の列車は来ていません。これはまずい。乗り換えができないかもしれないぞ。来た、ようやくやってきた。名鉄一宮を本来11時10分に発車するはずだった特急名鉄岐阜行きです。列車は2分遅れでやってきました。次の乗り換えの駅では�り換え時間は4分。これは間に合うか間に合わないかギリギリのところ、不安と焦りが一気に高まってきます。とりあえずはこの無事にやってきてくれた特急電車に乗りましょう。電車は制限速度いっぱいで可能な限り高速で走ります。今進行方向右手側に見えているのは茶女検索です。ここは名鉄の重要な運行の拠点であり、列車がたくさん止まっているところなので、ぜひともね、止まっている様子を楽しみたいところではあるんですが、遅れのせいで全く楽しむ余裕がありません。さて流行る気持ちもありますが、ここで一旦名鉄全線走破旅の制覇状況を確認しましょう。もう間もなく名鉄岐阜駅に到着します。これであらかた西尾張地方の方を制覇いたしましたので、ここから鏡原線を使って犬山方面を目指していきます。乗り換え時間は4分。名鉄岐阜駅を11時24分に到着して、そして28分発の普通電車に乗っていきます。果たして乗り換えができるのか。電車の方もね、可能な限り高速で走って、それで少しでもね遅れを取り戻そうとして頑張ってくれてはいますが、残念ながらあまり大きく遅れは取り戻せていなさそうです。ちなみにこの名鉄岐阜駅付近、岐阜市によって連続立体化高架工事の事業が進んでいます。対象はこの名鉄岐阜駅から
だいたい岐南駅の手前ぐらいまでが珍玉間となっておりまして、この間に多くのボトルネック踏切がありまして、道路側で長い長い渋滞を形成していることから高架化する予定となっています。それと同時に今目の前に見えている名古屋本線の単線区間 JR 東海との交差分ですね、こちらの方も改良予定となっております。さあ、名鉄岐阜駅に近づいてまいりました。緊張の瞬間、果たして乗り換えができるのか。乗り換え時間が2分しかありませんので、あまり良くはないですが、ダッシュで鏡原線のホームへ行きたいと思います。さあ、扉が開いてダッシュダッシュダッシュ。慣れ親しんだ名鉄岐阜駅、どこに鏡原線があるかも分かっていますので、目もくれず向かっていきます。走っていった先、電車はいた。余裕だった。余裕で待っていた。ということで無事鏡原線への乗り換え成功です。というより、余裕がありすぎて列車の前面を撮影する余裕さえありました。この鏡原線の列車に乗って犬山方面へと向かいます。これをもって西尾張地方の攻略は一旦終了です。電車は順調に進んでいき、無事新鵜沼を越えて犬山橋に差し掛かりました。この橋はかつて列車と自動車が両方行き来する鉄道道路併用橋でした。長大な列車がまるで路面電車のように行き交う姿は全国的にも大変珍しくてですね、鉄道ファンの間でも大人気の橋でした。しかしそのままでは自動車交通に悪影響であると判断され、現在自動車は隣の新しい犬山橋を通行するようになっています。さて、犬山橋を抜けてすぐ犬山駅に到着しようとしています。この列車は犬山止まりです。ここで乗り換えが必要になります。犬山駅は犬山線の途中駅になるんですけれども、ここから小牧線と広見線が分岐しています。2路線が分岐で乗り入れるターミナル駅になりますので、駅の規模も3面6線と非常に大きな駅となっています。目の前から9500系がやってきていますね。あの列車は広見線からやってきて犬山線へ直通する準急の中部国際空港行き、残念ながらあの列車に乗ることはできません。またしても見るだけの存在になってしまった9500系、乗る機会はあるんだろうか。はい、犬山まで来ました。犬山を出たら次広見線と小牧線がありますが、先に小牧線の方を攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。犬山駅から南側は3方向に分岐していきます。今乗っている小牧線は真ん中の単線線路を突き進んでいきます。先ほども申し上げました通り、小牧線は犬山から小牧の間で単線の路線となっていますので、今ご覧になっているように途中で列車の行き違いもあります。今いるところは五郎丸信号場です。小牧線はまだまだ続きます。さあ、味吉駅に到着です。美しい味と書いて味吉、難読駅名ですね。この駅は2020年に島式ホームから相対式ホームへ改築されました。改築されたばかりなので、下を見ればわかる通りバラストがとても綺麗な状態となっています。さて、平安通り駅まであと一駅の上井田駅で下車しました。ここで名鉄小牧線は終了です。
あと残りの一区間、上井田平安通り間は名古屋市営地下鉄上井田線になります。地下鉄上井田線は攻略対象外ですので、ここ上井田で折り返します。さて、ここ上井田での乗り換えはたったの2分です。カメラを回している間に反対側の普通犬山行きがやってきました。さて、再び犬山駅に戻ってきました。この列車は犬山止まりなので、ここで乗り換えが必要です。今度は6番線から発車する列車に乗っていきます。次の攻略路線は犬山から伸びるもう一つの枝線、広見線です。犬山からさらに山奥へと進んでいきます。広見線も犬山駅から南へ伸びていきます。先ほど小牧線では真ん中の単線を行きましたが、今度は一番左の北線を進んでいきます。小牧線、犬山線と分かれるとすぐに犬山検査場が見えてきます。工場とともに列車がたくさん止まっていますね。ちなみにこの犬山検査場は1985年に開設されまして、名古屋鉄道の車両基地の中では2番目の規模を誇ります。鉄道ファンにとってはたまらない場所と言えるのではないでしょうか。列車はしばらくして新蟹江駅に到着します。この新蟹江駅は広見線の途中駅なんですけれども、列車はここで終点となります。ここで次の電車へ乗り継いでいきます。新蟹江駅から御嶽駅方面は中間改札を通る必要があります。新蟹江駅はスイッチバック構造となっていますので、東端部から迂回して改札を通って次の電車に乗車していきます。さあ、新蟹江から広見線を別の列車でさらに進んでいきます。広見線は途中の新蟹江駅で運行系統が分断されており、ここから御嶽までは名鉄全路線の中でもさらに奥地となっています。新蟹江御嶽間は名鉄の路線の中でも廃線が議論されるほど利用者が少ないので、昼間でも2両編成で運転されています。電車は右側御嶽方向へ進路を取っていきます。新蟹江駅から1駅明智駅に到着しました。ここは広見線で唯一の交換駅であると同時に、かつてはここから八尾津線が分岐していました。しかし2001年に全線廃止となっています。今見えている進行方向左側にはかつて線路が敷かれていた面影があります。この幅の広い河川柱がそうですね。かつてはここに線路が敷かれていて、河川が敷かれていて、そして電車が運行されていました。末端区間を走る列車には先頭に運賃箱が設置されています。使用頻度は低いですが、しっかりと動いていました。そんな古めかしい運賃箱を眺めているうちに、列車は終点の御嶽駅に到着します。ここが広見線の終点となります。御嶽駅に到着すれば広見線が制覇となるわけですが、その御嶽駅に乗り換え路線はありませんので、同じ列車で来た道を折り返し戻っていきたいと思います。さあ、ようやく広見線の末端御嶽に到着しました。ここからもう一度、犬山に戻ります。延々と長い旅ですが、この御嶽からもう一度広見線を使って犬山に戻りたいと思います。帰りも先頭車両乗って帰ろうかな。というわけで、乗車、乗る。さて、新蟹江駅に帰還しました。犬山まで戻る必要がありますので、ここで乗り換えをしてさらに広見線で戻っていきます。廃線議論がなされるような
利用者の少ないひろみ線の末端区間ですが、廃線になってしまう前に乗ることができてとても良かったです。さあ、もう間もなく新蟹駅に到着です。さあ、新蟹からこの普通中部国際空港行きに乗って来た道を戻っていきましょう。新蟹とはこれでお別れになります。さらば、そしてありがとう、ひろみ線末端区間。さて、先ほども見てきた犬山検査場です。この車庫に停まっているミュースカイを見ると犬山に戻ってきたと実感しますね。電車はもう間もなく犬山駅です。列車は無事犬山駅に到着します。今日3度目の犬山駅です。この列車は犬山駅から準急として犬山線を走行しますが、この電車で乗り続けるようなことはせず、ここ犬山駅で下車して別の列車で犬山線を攻略していきます。次の列車は2番線からの出発です。さて、2番線に向かう階段を降りていると、もうすでに列車が入線をしていました。撮影する暇もなく列車に乗り込みます。次に乗るのは犬山駅14時37分発の特急豊橋行きです。この列車の方が準急よりも素早く犬山線を攻略できます。さあ、名鉄線の北側の路線をほぼ全て走破完了としました。最初に犬山駅に到着してから2時間半、何度も見た犬山の駅名標ともようやくお別れです。さあ、犬山線をガンガン南下しております。この特急は名鉄で運行されている種別の中でも上位の種別に当たりますので、駅をどんどん通過していきます。現在絶賛高架化工事中の保定駅も高速で通過していきます。ご覧の通り、今は留置線の整備をしているようですね。さて、もう間もなく上小田井駅を通過となります。ここで全線走破旅の制覇状況を確認していきたいと思います。この犬山線、始点が琵琶島分岐点になりますので、この特急で琵琶島分岐点まで到達できれば犬山線は制覇となります。さあ、列車はもう間もなく名鉄の上津区間難所へと突入していきます。今いるのが下水里信号場。ここに高和線の特急が止まっていました。高和線特急はここで折り返しをしています。そしてほどなくして琵琶島分岐点、今進行方向右側に見えているのがオープニングで説明した琵琶島分岐点の改造線になります。そして名古屋本線の合流がここで行われます。複線同士の平面での合流、合流が完了するとすぐに快速特急の新鵜沼行きと相対、そして今渡っているのが庄内川となります。庄内川を渡る光景とても綺麗ですね。そして庄内川を渡ると列車は右へ急カーブをしていきます。制限速度50キロの急カーブ、ぎゅう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 言わせながらカーブをしていきます。そしてカーブをしている最中にまた特急電車と相対、こちらは名鉄岐阜行きの電車ですね。わずか1分ほどで相対、非常に列車の間隔が短いことが分かります。そして今東琵琶島駅を通過しました。非常に見どころいっぱいの名鉄上津区間、まだまだ見どころは続いていきます。さて、東琵琶島駅を通過すると今度は左へ急カーブ、そしてこの左カーブをしていくと JR 線と合流していきます。奥に見える高架橋は
東海道新幹線の名古屋車両所につながる回送線です。そしてミュースカイに視界を遮られます。もうすぐ佐向駅であることがわかります。新型コロナウイルスの影響によりミュースカイの出番が大幅に減ってしまったことから、このミュースカイは佐向駅でお休みをしています。さあ今佐向駅を通過中、もう間もなく名鉄名古屋駅ですね。 JR 線と並走する佐向駅、しばらくするとご覧の通り東海道新幹線がやってきました。こちらの東海道新幹線の列車は新大阪からやってきた小玉号の東京行き、遠路はらばる大阪からやってきました。やはや見どころいっぱいの区間ですね。鉄道ファンにとっては非常に面白い区間かと思います。さあ東海道新幹線ともっと並走していきたいところですが、残念ながら名鉄電車はここから地上から地下へと潜っていきます。東海道新幹線とも一旦おさらばです。さあ名鉄名古屋駅に戻ってきました。この車のブザー音のような特徴的な音と、そして発車のベルの音が非常に名鉄名古屋駅舎らしさを感じさせますね。さて名鉄全線走破の旅では2回目の名鉄名古屋駅ではあるのですが、ここで降りたりはしません。まだまだ南下していきます。神宮前です。ここで常滑線と分岐していますが、知多半島方面はすでに制覇済みなので名古屋本線を南下していきます。本日も名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は一部特別車特急古橋行きです。停車駅は桐生、新幹線東岡崎、大尾です。1号車、2号車は特別車です。到着いたしました。この知立も名古屋本線の駅の中でかなり大きな駅になります。この駅から名鉄三河線が分岐しています。しかしこの知立駅では下車しません。三河線は後で攻略する予定です。この特急電車でまだまだ南下していきます。ちなみにこの知立駅、今映像には映っていませんが、この映像の反対側で高架化工事の高架橋の建築が進められています。この知立駅の高架化工事、2023年を目標として建築が進められていますが、残念ながら列車内がかなり混雑していることもあり、車内から映すことは叶いませんでした。さあ犬山駅から乗り続けること約70分、降り立ったのはそう高駅です。この高駅から分岐する豊川線を先に攻略します。次にやってくる電車はまだ10分ほどあります。やってきました。鳴海で追い抜いた急行ですね。これで豊川稲荷を目指していきます。豊川線は単線の路線です。したがってご覧のように列車の行き違いがあります。対向の列車は9500系による急行名鉄一宮行きです。またしても9500系に遭遇。
見るだけの存在。残念、乗れず。豊川線は名鉄の路線では唯一軌道法で敷設された路線です。昔は路面電車タイプの電車も運行されていました。そして豊川線において非常に特徴的な景色が今走行している両側に広々とした道路がある景色です。昔は路面電車としてここにも道路があったのかな。まあ今は専用軌道として柵もしっかりつけられている状態ですけれども、列車は豊川稲荷に向かって順調に進んでいきます。さあ列車は順調に航行して、もう間もなく豊川稲荷に到着です。名鉄の路線はこれで終点になります。はい、ということで豊川稲荷に到着いたしました。お隣に JR の豊川駅が見えます。こちらの JR 線は飯田線と呼ばれる路線で、豊橋から遥か遠く長野県の辰野というところまで行って、最終的に運行系統的には岡谷とか上諏訪とかまで行っちゃうような、そういう長い長い路線になっています。この路線を使ってあっちに行けばね、豊橋まで1本で行けるんですが、残念ながら途中の甲で降りてしまったので、名鉄全線走破をする上ではまだ甲と豊橋の間を乗り潰さないといけません。なのでまたこの豊川線を使って一旦甲に戻ります。すいません、戻ります。噛んじゃいましたちょっとね、緊張してるんだよね。この先の乗り換えがこの名鉄の全線走破で一番の山場なんで、いやーちょっと今緊張してますね。間に合うかどうか。ここはね、乗り換えが次の電車まで13分もあるんでアホみたいに長いんですけど、ここからが大変だ。先駆者の皆さんも次の乗り換えでみんな失敗しちゃってるんで、1回はね、最低1回は失敗しちゃってるんで、僕は失敗なしでなんとかクリアしてしまいたい、そんな思いです。さあまだたくさん時間はあります。この電車で折り返し、急行の一宮行きで甲に戻っていきたいと思います。さあ不安と緊張は高まってきますが、とりあえず豊川線の紹介を引き続き、行きでは撮影をし損ねた諏訪新道信号場です。一線スルーの構造になっておりまして、列車が高速で通過することができます。さあ甲に戻ってきました。ここ甲での乗り換えは今度は3分、非常に乗り換え時間が短いですが、まだ慌てる段階ではない。スラムダンクの仙道のように両手で緊張と不安を抑えながら甲駅で次の電車に乗り換えていきます。さあこれから問題の区間である甲豊橋間を走ります。朝方に発生した人身事故の影響はいかほどになっているでしょうか。定刻で豊橋に到着できるでしょうか。さあ問題の列車がやってきました。名鉄岐阜駅から遠路はるばるやってきてくれました。急行の豊橋行きです。今甲に到着した段階ではまだ定刻通りの運転。このまま定刻通りで豊橋に到着してほしい。頼む。さてなぜこんなにもこの区間を危惧しているのかというと、今目の前から合流していく線路にあります。こちらは先ほど紹介した JR 飯田線の線路です。なんとここは名鉄線と JR 線が同じ線路を走るのです。というわけで JR 線の遅れの方も気にしなければいけないわけですが、遅い
遅い。豊川が、こんなに豊川を堪能している場合じゃないんだ。一体どういうことかというと、先ほども申し上げた JR 東海の飯田線の電車が直前を走っていて、前が詰まっています。実はこの急行の2分前に新城始発の普通電車がいるんですね。この新城始発の普通電車が遅れていた。 JR 飯田線遅れ回復できてなかった。さあ、進路が開通し豊橋に到着するわけですが、列車は数分遅れています。果たして豊橋での乗り換えができるのか。次は、まあ、皆さん大体わかると思いますが、 JR 線で蒲郡に向かうんですが、ここの乗り換え時間はなんとたったの2分、2分しかありません。だーっと、これはそろりそろりと、まあ安全のためだとは思いますが、いや歯がゆい。早く早く扉開いてくれ。ドアが開きます。まだか。電車止まったぞ。ご注意ください。扉が開かない。まだか。開け。開いてくれ。まだ？まだ開かない。ようやく開いた。ダッシュ。豊橋ダッシュ。これまでにないダッシュ。果たして間に合うのか。悲しいお知らせがあります。特別快速に乗り換えられなかった。頑張って行ったんだけど、遅れてるのに。豊橋着いた時扉開けんの遅いし、数秒の立ちの差で扉が閉まっちゃうし、さすが JR 東海、名鉄のことなんて考えちゃくれない。行ってしまう。これはひどい。マジで鬼門だわ豊橋。これもこの普通電車も3分遅れてるみたいで、ほとんど間に合わないんじゃないかな。きつすぎる。豊橋2分はきつい。しかしこれ以上にいい航路は思いつかないぞ。名鉄はきつい。いやー、もう結構もう厳しそう、無理そうだけど、とりあえず蒲郡で最後の丸あがきをしてみましょうか。もう17時10分、蒲郡線の出発が11分、1分乗り換え、もう遅れてるからほぼ無理かな。あー、階段の位置とか全然わかんないからな。よし、とりあえず行けるだけ行ってみます。半分だろうなとは思ってたけど、いやー無理、いない。あー、うわー、乗り継げなかった。あー、豊橋、あーこりゃひどい。うらやべえ、なんだこれ。
はい、ということで、名鉄の全線走破チャレンジ、僕も豊橋でアウトでした。人身事故はないよ。それはどう頑張っても間に合わねえよ、マジで。まあ、JR 東海に自信がないっていうのは、あ、すいません、慈悲がないっていうのは、待っててくれないっていうのは、まあしょうがないのかもしれないけど、いや豊橋鬼門だな。結論ダメだった。でもな、これ以上詰めてこの工程以外で名鉄を全線走破するルートなんてあんのかな。ない気がするんだよな。俺結構、僕ね、結構これやる前にいろんな工程ねえかなって試行錯誤したんですよね。でも名鉄って全体のダイヤ的にパターンがガチガチに固まってて、乗り換えのパターンとかもね、まあ9時10時ぐらいからもう完全にパターン化するんですよ。そうなると最適のルートって正直もう決まってきちゃって、出発もね、中部国際空港出発ぐらいしか正直手がないんですよね。こうなってしまうか。いや、ごめんなさい、言葉が出ないっす。この豊橋の乗り換えがめちゃくちゃ鬼門ですわ。どうしようかな、一回蒲郡線と、そうですね、西尾線通って急行で金山に行きましょうか。一応ですね、尾張瀬戸駅に僕の車置いてあるんで、金山から普通に地下鉄に乗って終わり瀬戸行っちゃおうかな。ということで、はい、さあ、蒲郡線の電車がやってきました。まあ、金山に行こうと思いますけど、フリー切符持ってるんで JR 線で行くよりも間違いなく時間かかっても名鉄線で行った方が安いですね。まあ、とりあえず蒲郡線と西尾線を制覇しちゃいたいと思います。というわけで、名鉄一日全線走破旅、豊橋で乗り継ぎ失敗。ここで現時点での名鉄一日全線乗車旅の攻略状況をおさらいしよう。時刻は17時40分、現在地は蒲郡。この時点でまだ乗っていない区間は名古屋本線の一部、そして西尾線、蒲郡線、三河線、豊田線、瀬戸線、竹花線、羽島線のそれぞれ全線である。はっきり言おう、名鉄一日全線制覇旅は初電から終電までほぼフルで乗らないと達成は不可。乗り継ぎ失敗時の代替ルートは用意してない。代替ルートがないということは、このままチャレンジ失敗ということで泣く泣く帰るしかないということか。それは悔しい、実に悔しい。中部国際空港スタートから12時間、前日中部国際空港に全泊してという移動を考えれば、仕事終わり24時間前から旅をスタートしてここまでやってまいりました。それが歳の河原のごとく崩れ去ってしまったことは悔しさ以外の何者でもありません。もうここで完全に諦めて帰るしかないと、そう思っていた。だが、降り立ったのは
治療。そう、まだ諦めません。乗り継ぎ失敗時の代替ルートを持ち合わせていないのなら、乗り継ぎながら考えればいいじゃない。というわけで、地流より撮影を再開します。申し訳ないのですが、蒲郡線、西尾線に乗り継いでいた時にはもうチャレンジタイムはダメだと完全に諦めていて、撮影はしていませんでした。上にイメージの画像を載せておきますので、これで許してください。諦めなければ道はつながる、諦めればそこで試合終了。地流からは三河線を攻略します。先に海線の方を攻略するので、到着したホームの反対側から発車する普通駅内行きに乗車します。この電車に乗車しながら代替ルートを考えます。さあ、日も完全に沈んだ夜、帰宅客でそこそこ混んでいた車内で代替ルートの探索をします。申し訳ありませんが、代替ルートの探索に夢中で途中駅での撮影はしていませんでした。本当は JR 線と接続する刈谷駅など撮影ポイントがあったわけですが、申し訳ありませんがそんな余裕は全くありませんでした。とにかく車内でルートを考えます。場合によってはタクシーを使うことも視野にタクシー会社に電話したりもしました。しかし新しいルートは見つからず、列車はそのまま碧南に到着。列車はこのまま折り返し地流行きになりますので、このまま乗り続けて、そして考えます。乗り込みます列車は碧南を19時42分発に出発する列車。一応碧南に来たことの証明のために駅名表を撮影して、その後地流へ戻っていきます。地流に到着。車内で代替ルートを考えるもまだ見つからず、次は三河線の山線側を攻略すべく普通さなげ行きに乗車します。そしてついにさなげ行きの列車の車内で代替ルート発見。代替ルートを探し続けて1時間半。諦めなくてよかった。とりあえずさなげ行き、そこから新ルートで攻略をします。新ルートを見つけて安心したらトイレ行きたくなってしまった。とりあえずさなげでの短い時間の間で用を足しに行きます。折り返し時間5分とはいえ、急いでトイレから戻ってくると折り返しの電車はまだホームにちゃんといました。三河線攻略完了後は次は豊田線を攻略します。豊田線は三河線から梅坪で分岐していますので、一旦さなげから梅坪へ戻っていきます。次の梅坪での乗り換え時間はなんと0分。梅坪に到着したらホームの反対側におそらく列車が止まっているので、それに駆け込んで乗り込むようなイメージかと思いますが、果たして乗り換えができるのか。さあ、豊田線の線路が近づいてきました。映像では分かりづらいかと思いますが、豊田線の線路が近づいています。豊田線の線路と合流したらすぐに梅坪に到着です。そして電車が、目的の電車が向かい側にもうすでに到着しようとしています。乗り換えができるか。梅坪に両方向同時に到着。扉が開いて撮影を、とそんな暇はない、乗り込むしかない。乗車、乗り継ぎ成功。というわけで豊田線の電車に無事乗り込むことができました。このまま乗車をし続けて電車は無事に赤池に到着。これで豊橋方面の路線は全制覇です。さあ、赤池到着、豊田線制覇によって残っているのは名古屋本線の須賀口から名鉄一宮の間と瀬戸線、竹花線、羽島線のみとなりました。電車はこのまま地下鉄鶴舞線に直通し、そして上尾台まで向かいますので、この電車でそのまま名古屋方面に乗り続けます。
放送にもあります通り、地下鉄東山線に乗り換えが可能な伏見で下車しました。梅坪から名鉄豊田線、地下鉄鶴舞線を乗り続けること43分。この43分という長さは今日2番目の長さとなります。意外と長いんですね。さて、東山線が遅延しているかもしれないということを考え、ダッシュで東山線のホームへ向かっていきます。がしかし、東山線のホームに電車はおらず、東山線は定刻通りに動いていました。仕方がないので次の列車を待ちます。待つこと8分、列車がやってきました。乗り込むのは高畑方面行きの列車です。21時58分発、この電車に乗っていきます。ちなみに降りる駅はどこでしょうか？もう皆さんわかりますよね。降り立った駅は、そう、名古屋です。名古屋で次の列車に乗り換えます。そして次に乗る列車が名鉄一日全線走破を達成させるとっておきの秘策、それはこれだ。新幹線。そう、新幹線に乗ります。乗り込みますのはこだま753号、新大阪行きです。この列車で名古屋から岐阜羽島に向かいます。名鉄の一日全線走破旅に新幹線が出てくるということに驚かれたのではないでしょうか。確かに新幹線を使わずとも名鉄を一日全線走破することは可能です。しかし新幹線を使えば予定に余裕が出ますし、実際今回私も全線走破をするのに当初新幹線を使う予定でした。この列車じゃないけどね。今回は豊橋で乗り換えを失敗しましたので、名古屋から新幹線に乗って遅れを挽回します。ちなみにこのこだま753号は名古屋から新大阪方面に発車する最後のこだま号です。名古屋から岐阜羽島、米原へ行くのにはこの電車が最終列車になります。そして同時に岐阜羽島、米原から京都、新大阪に行く場合もこの電車が最終列車ということになります。列車は最終のこだまということもあり、車内はガラガラ。ここで一息つくことができましたが、まだ旅は終わりではありません。この後もまだ続きます。さあ、無事岐阜羽島に到着しました。電光掲示板を見ても分かる通り、このこだま753号が最終列車ということが分かりますね。さあ、岐阜羽島からまた名鉄線に乗り込んでいきます。岐阜羽島駅の近くにはこちら名鉄羽島線の新羽島駅があります。ここから羽島線と竹鼻線を乗り継いでいきます。さあ、いや、諦めずにここまで来ましたよ。めちゃめちゃ疲れた。あと羽島線と名古屋本線一宮から須賀口の間と、あと名鉄瀬戸線全線残ってます。これやれば終わりだ。繋がってくれ、頼む。階段を上がると列車がすでに止まっていました。新羽島22時36分発の笠松行きです。本来であれば先に竹鼻線と羽島線を攻略して、そこから小玉768号に乗って名古屋に戻る予定でした。まあそんなこと言っても仕方ありません。この電車に乗って羽島線と竹鼻線を制覇します。エギラに到着。これで羽島線制覇です。そしてこの列車竹鼻線直通列車なので、このまま列車に乗り続けて竹鼻線を攻略します。
電車は順調に運行を続けて無事笠松に定刻で到着しました。これで竹鼻線制覇です。ここから名古屋本線で名鉄名古屋駅に向かいます。ここ笠松での乗り換え時間は2分。2分という言葉を聞くと豊橋での乗り換えの悪夢がよぎりますね。急いで跨線橋を登りまして次の列車が来るホームへ急ぎます。階段を降り立った先、電車はまだ来ていません。乗り継ぎできそうです。笠松での乗り換え成功です。乗り込みますのはこちら、急行の東岡崎行きです。もう深夜ということもありまして、行き先と種別の組み合わせが日中のパターンにないものになっています。ちなみにさらにこの電車、新安城で普通に種別を変更しまして、新安城から東岡崎の間は各駅に停車する列車になります。笠松を出てすぐに木曽川を通過。木曽川を通過するのは今日で4回目です。車両、俺以外誰もいません。まあさすがに11時の急行、岐阜から名古屋に行く方向の電車じゃこんなもんなんでしょうね。はい、2歳線はもうクリアしてる。あ、このまま今度は名鉄一宮から塚口までの未乗区間、名古屋本線の最後の区間を乗りに行きます。さあ、もうすぐで名鉄一宮です。列車は無事名鉄一宮駅に到着しました。ここから塚口までが未乗区間となっていますので攻略します。無事塚口に到着しました。これでようやく名古屋本線全線を制覇です。この塚口到着をもって残っている区間は瀬戸線のみとなります。環状まであと少し。なんて？遅れ？一体何が起こっているのかご説明いたします。今乗っている急行の東岡崎行き、塚口を23時20分に出発します。その3分前の23時17分に弥富始発の普通電車塚口行きというのが本来やってくるはずだったんですけれども、途中の駅でホームから旅客が転落したということで安全確認のために列車が遅れているということなんです。本来この普通電車を連絡して、そして名鉄名古屋駅に向かうという予定だったのですから、対馬線からの普通電車を待って発車するということでこの電車も遅れるということなのです。なんてこったい。ここで接続列車の遅れとは。ここまで頑張ってきたのにここで全部もろく崩れ去るということなのか。
一応次の名古屋での乗り換え時間は10分あるんですが、万事休す。東岡崎行きの急行電車は塚口でしっかり対馬線の電車と連絡、そして名鉄名古屋駅に到着したわけですが、遅れは7分。ダッシュで地下鉄東山線に向かいます。地下鉄東山線の電車に乗車。これで瀬戸線の尾張瀬戸行きの電車に間に合うのか。さあ電車は無事栄駅に到着しました。ダッシュで名鉄瀬戸線の栄町駅へ向かっていきます。エスカレーターで地下鉄のホームを駆け上がっていき、改札を出るのに手間取る。ここは名鉄線内じゃないぞ。フリー切符じゃない、スイカだ。瀬戸線へのコンコースを走ります。そして乗り込んだ列車は、尾張瀬戸行き。ということで無事瀬戸線の終点である尾張瀬戸まで運転される列車に乗り込むことができました。あとはこの列車で尾張瀬戸まで乗り通すことができれば名鉄は全線制覇です。映像は最後の区間、瀬戸市役所前から尾張瀬戸の区間、これを制覇すれば名鉄全線制覇です。ありがとうございました。まもなく終点尾張瀬戸です。お忘れ物などございませんよ。よく私からのでお待ちください。この先はお気をつけてお帰りください。ご利用ありがとうございました。尾張瀬戸終点です。旅のゴール、尾張瀬戸駅が近づいてきました。終点ともなりますと、車内にほとんど乗客は乗っていません。そろりそろりとゴールに近づいていきます。というわけで無事尾張瀬戸駅にゴール。乗車時には撮影できなかった4000系のご尊顔を撮らせていただきます。バッチリ撮れたら改札の外へ出ましょう。はい、ということで予定よりも少し15分ぐらい遅れてしまいましたが、なんとか無事にこの尾張瀬戸に到着いたしました。いやー本当に長かったですよ。名鉄朝中部国際空港を5時24分に出まして、いろいろなところ本当に回らせていただきました。いろいろなところを回って、ただいまの時刻0時25分です。到着は0時22分ですね。1分ぐらい遅れたのかな。無事に尾張瀬戸まで到着することができました。いや最初はね、豊橋から伊那の間で人身事故が起こって、特急が遅れて、つながるかどうか、接続がねつながるかどうかだったり、最後はね塚口で遅れか、途中でも豊橋で乗り換えができないっていうね、飯田線の遅れ、まあ人身事故の影響もあるんでしょうけど、いろいろありました。しかしね、本当にいろんな人に助けていただいて、この旅が完遂することができました。旅がこの小さな矮小なね、一人の鉄オタの大きな名鉄の大きな旅が、このシャッターとともに幕を下ろしていくかと思うと、非常に感慨深いものです。いや本当に今回の旅に関わってくれた名鉄の皆さん、そして JR 東海、そして地下鉄の皆さん、こんなバカな男の一人の男の旅のために
本当にありがとうございました。いやー、全部が今ここで終わりました。最後まで動画を視聴してくださった方も皆さんも本当にありがとうございました。まあ、動画データがね残ってれば、動画が残ってると思います、なってると思います、楽しんでいただけたら幸いです。結論を言います。名鉄線は全線1日で回ることができます。いやー、ありがとうございました。まあね、途中ね本当に蒲郡の時にはもう諦めちゃってさ、もうあの吉良吉田のところとか多分データ残ってないと思うんだよね。でそんな中ね、諦めずになんとか一日制覇してやるんだっていう気持ちで本当に頭使いました。結論、30分遅れてもね、名古屋で新幹線を使って岐阜羽島に行くってやれば間に合うと。最初の予定では鶴舞線はね、どこだったかな、上前津、上前津、ごめんなさい、ちょっとちゃんとね名前が把握できてないもんであれなんですけど、あそこから名城線に乗り換えて金山に行って、で金山から特急に乗って、笠松に行くと。そうすれば須賀口から名鉄一宮を制覇しつつ、さらに、羽島線と 竹花線を乗り継いで、最後また新八島のところからはまあ新幹線でまた名古屋に戻るっていうね工程になるんですけれども、その方がね、まあ、余裕が工程に余裕が出るんで、一本早い電車に乗ってこの尾張瀬戸駅にね到着する予定でした。まあ、一応ね新八島からね折り返し普通電車に乗っても、このように帰ることができます。まあ、あれですね、新八島に着いた後折り返しで帰って名鉄線だけで帰ろうとしたら、今僕が乗ってきた新羽島から、笠松で急行に乗って、で、ですね、名古屋で栄町っていうルートですね。いやー、帰れると思って、栄町が本当に勝負だと思ってたら、まさか須賀口で止まってしまうとは本当に思わなかった。いや本当に長かった。動画も多分すごく長くなるんじゃないかな。前後編に分かれてんのかな、分かんないですけれども、いや全部が終わりました。さあちょっとね長くなってしまったんですけれども、最後にね、こちらの尾張瀬戸の夜の景色とともにお別れとさせていただきたいと思います。もしかしたらブログの方でも、まあ、この旅の様子を、まあ、アップロードするかもしれません。まあ、そちらの方も楽しんでいただければなと思います。動画の下の概要欄のところにリンクを貼っておきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは最後に、動画のいいねと高評価、そして何よりチャンネル登録ですね、何より大事なものでございます。押していただいて今後も、私の動画を見ていただければ幸いでございます。それでは、長くなりました。ご視聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。さようなら。